オートメールの足、右腕。あなたが。ああ、この俺が鋼の錬金術師だ。何を企んでやがる。神の領域に手を出した。二つの錬成人を操る男、メルヴィン。自分の血で錬成人を描いた。未知の錬金術が関わっていると。彼を追ってエドとアルがたどり着いたのはかつての聖地テーブルシティ。そこで彼らを待っていたのはジュリア・クロイド。私たちの祖国を取り戻すには大いなる力が必要なんです。想像を超えた陰謀だった。キメロだと。おとなしく従えば周りを巻き込まずに済むもの。聖地の錬金術を手に入れるしかないの。それさえあれば。何なんだ。あの男も星を狙ってる。貴様らの狙いも聖地の錬金術か。まさか。この町には仕掛けがあるんだ。手を出しちゃいけない。真理は現実をぶっ壊すための道具じゃない。守りたいものは確かにここにある。今未来をかけた大いなる戦いが始まる。はい、行くぞ。鋼の錬金術師ミロスの聖なる星。